こんにちは、学研プライムゼミ現代文化の池上和弘です。今日もね、語句の意味いきたいと思います。今日の語句はおもむろにです。どうでしょうかね、おもむろに席を立ったって言った場合、このおもむろにはどういう意味なのかな。まず選択肢一つ目、ゆっくりと。おもむろに席を立つはゆっくりと立つんでしょうか。二つ目、不意に、まあ、突然やね。だ、不意に席を立つ、おもむろに席を立つ人は不意に突然立ったんでしょうか。ゆっくりなのか突然なのか不意になのかね、どっちの意味でしょうか。考えてみましょう。はい、では行きたいと思います。これはね、文脈だけでやっぱ分からないんですよね。でしょ、なんかこう彼女はおもむろに席を立ったっていう風な表現があって、そのおもむろに線引っ張ってあってね、どういう意味でしょうかみたいな語句の意味系の問題来た場合に、ゆっくりとなのか不意に突然に席立ったのかっていうのは、これ文脈だけで多分ね、分からないことが多いと思います。だから正確な意味を知っとかないとどうしようもない面があるんですね。でこれはね、おもむろにっていう、そのおもむろにの漢字を覚えとくといいと思うね。ちょっと難しいかもしれへんけど、おもむろにってどういう漢字かっていうと、こうなんですね。これでおもむろにです、ね、でね、この漢字の意味は分かる？行人名のこれ、これはね、徐々にとかの意味合いだね。あるいはね、徐行、徐行って分かる？この下に行くって漢字書いて徐行ね、徐行運転、ね、徐行運転って言ったら、まあ、あの車の免許僕も持っていますから、あの徐行運転しなくちゃいけない場面とかあったりするわけです。例えば住宅街なんかでね、あの運転するときなんかやっぱ徐行運転ですよ。ゆっくりと運転するわけね、急に車、子供飛び出してくるかもしれないから、徐行運転、ゆっくりと運転する、これが徐やね。だ、徐って言ったら、この漢字の徐はね、ゆっくりなんです。だ、おもむろにっていうのはまさにゆっくりって意味合いの言葉ににをつけてるわけだから、まさにゆっくりとの意味合いです。つまりおもむろに席を立ったって言った場合は、これはゆっくり席を立っているのであって、不意に突然立ったわけではないんですね。だ、おもむろにがどういう意味であるか、漢字も合わせて覚えておくとまず忘れないと思いますから、漢字も合わせてね、覚えておく、なんなら読めるようにもしておくといいと思います。 OK、 しっかりおもむろにの意味覚えておいてください。